はい、どうもサンドでございます。今回はジョジョ SS やっていきたいと思います。超降臨ガシャが来たので、本当はね5セット目まで引ける分ダイヤ貯めてからやろうと思ってたんですけど、やっぱり引きたくなりますよね。とりあえず3セット分いけるので、とりあえず3セット引いて、まあ、残り5セット目まではもしかしたら石追加して買うかもしれませんね。そっちはまた、まあ、きっと買うことになるでしょうね。まあ、引きの内容にもよりますけど、まあ、とりあえず3セットいきましょう。はい。1、2セットは SSR が確定してませんので、演出が大事。よし、1枚確定ですね。最後だけ出ます。1枚目。2枚目。3枚目。ピックアップ確定以外であんまり超降臨限定引けることがないので、まあどうなんですかね、引きたいところですけど、まあ狙いは新キャラ、黒キラ、コウタロウあたりかな。まあ、できれば黒キラが一番欲しいかな。さあそろそろかな。おっと、おー、超降臨引けましたね。前回出たんですけど、覚醒回路食わしてプラス1にしてあるので、これプラス2になりますね。オッケーオッケー。強くなるからオッケーですね。はい。バイツァーなんか来た、いや、しないね。はい。まあ、オッケーでしょう。さあ、プラス2。お、結構ステータス上がりますね。オッケーオッケー。じゃあ2セット目。2セット目も SSR が確定してないので、爆死だけは避けたい。頼むぞ。オッケーオッケー。これも1枚確定してますね。はい、1枚目。サクッといきましょう。2枚目。3枚目。4枚目。5枚目。6枚目、7枚目、8枚目。さあ次です。さあ何が来る？ここでも超降臨引けるか。さあ演出はいい。ああ漫画。これ確か覚醒してなかったので OK ですね。はい。あ、バイツァはないけど3枚。3枚じゃない、3回。1回目。2枚目。おー、来た！なんだ？おー、バイスケ、オッケー！これは結構でもないな。3、プラス3ぐらいかな。オッケーですね。今回調子いいぞ。漫画がプラス1。オッケー。バイスケが3。オッケー、オッケー。いいっすね。今回調子いいな。じゃあラスト3枚、3セット目は SSR2 枚確定してます。3枚以上引ければ結構いいぞ。さあ、演出は決まってる。さあ、どうだ。早めに1枚来い。1枚目。2枚目。来るか？うん、まだ。3枚目。うん。4枚目そろそろかな？これかな？おっ！どうし、持ってない！お、今回いいぞ。いいね。はい。5枚目。6枚目。7枚目。2枚か？あー、これきつい。8枚目。あー、2枚ですね。さあ、ラストは何が来る？ 9 枚目。おお、マジで？すごいな、今回。OK でしょう。さあ。あー、1回か。んー、これはきついか。はい、今回バイツは来ませんでしたね。おー、いきなりプラス1、いいね。はい、今回は良かったかな。全部出た SSR が、金助、バイスケ、漫画、
黒川尻。よかったですね。もう60個石があれば、2セット引けるので、まあきっと買っちゃうのかな。まあわかりませんが、とりあえず今回は3セット分で、動画は終わりです。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。